はい、D スパイカーですね、まあ、かなり特徴的なスピナーベイトなんですが、まあ、改めて、まあ、この D スパイカーのちょっと説明をしていきたいなと、思います。まあ、ウェイトは、2パターンですね。8分の3オンスと、2分の1オンス、まあ、基本的に仕様は全部、ダブルで、ブレードがついているタイプになります。まあ、一番見た目として、特徴的なのがこのブレード部分です。ここが、フリーな状態になってます。まあ、フリーといっても全てのこう場所に回っていくような仕様ではなく、しっかりこう針に絡みにくい、ある程度動きを制限しつつも比較的自由にブレードが動くといった仕様になってます。まあ、なぜこういう仕様になっているかというと、まあ、水中に入ってから、まあ、このブレードがしっかり綺麗にずっと回り続けるっていうのを追求した結果、まあ、こういった、ちょっとフリーな状態のスピナーベイトっていうのに、たどり着きました。で、ブレードに関しても、すごい薄い、で、まあ、日本の、まあ、バスの状況に合わせた、強さの設定、まあ、スピナーベイトいっぱい種類あるんですけど、まあ、どっちかっていうとこう食わせていくような、パワーをある程度抑えてハイピッチに回ってバスにアピールするっていう、まあ、比較的ちょっと弱めのスピナーベイトになります。はい。まあ、こういったこうパワーの、強さだったり、まあ、こういうギミックっていうのが、まあ、かなり特徴的なので、まあ、本当にこう日本のフィールドどこ行っても、使える、まあ、バジングしたり、まあ、ゆっくりこうスローローリングしたりっていう、まあ、本当この1個で、まあ、いろんなこう早く巻く状況からゆっくり巻くっていう、まあ、水深も、ね、深いところから浅いところまで、1個でしっかりカバーできると。まあ、イコール、まあ、おかっぱりなんかで、多彩な場所を攻めていくような時にも、まあ、対応力が非常に、高いです。まあ、ウッドカバーが出てきたりウィードが出てきたり、まあ、もしくはリップラップが出てきたりと、まあ、いろんな状況があると思うんですが、まあ、本当にいろんな状況で対応できるスピナーベイトになります。で、まあ、これから夏が終わって秋、冬と移行していくんですが、まあ、秋なんかはやはり、基本的にこうベイトフィッシュをやっぱり捕食するケースが多いです。でバスもやはり動体視力が上がってきてすごい動きが速くなってくるんですよね。そうすると、ルアーをゆっくり入れて騙すっていうよりは、まあ、夏はね結構虫とか、すごいゆっくりな動きに反応がいいんですけど、ここからどん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 ゆっくりなものを見切るようになってくるので、まあ、こういったスピナーベイトとか、まあ、D ブレードとか、まあ、そういった速く巻けるような、ルアーが有効になってきます。なので、まあ、このスピナーベイト D スパイカーもゆっくり巻いて釣るっていうよりは比較的秋は素早く巻いてやる。で水面はもちろんバジングさせてもいいですし、まあ、この場合ディスパーカーの場合すごい水かみがいいので、一回ピュッと水面から出てもすぐに、ブレードが動きを取り戻して戻っていくので、まあ、同じバジングでも素早く動かす、まあ、もしくは沈めて、使っていく、普通に巻いていく時でも、まあ、8分の3よりは2分の1でより早く巻くとか、まあ、水深は浅くても2分の1を使ってやるみたいな、まあ、そんな釣り方が非常に良くなってきますので、まあ、比較的その早く巻いて釣っていくっていうのをちょっと意識してもらうと秋の季節はいいかなと思います。